当然自分で取るんだろうね、目の前にあるんだから。はい、ということで今回も続きから始めたいと思います。でね、これこの間金平の村に行った時にもらってきたマイデザインのタイルで、こんな感じに一応まだここしかやってないけどやってみました。まあ、ちょっとずつね、村も綺麗に整理していかなければん。で、なんか手紙あるね。こう三通。てっちゃん、筋トレ不足のアイナ、オイラの悩みを聞いてくれ。あいつがオイラを筋肉質って言うんだよ。これってオイラを褒められてるんだよな。そうだよな、てっちゃん。筋肉質、しかもあいつって誰だ。んー、まあ、別にけなされてはないんじゃないのかな、わからん。アイナ、突然プレゼントなんて驚いたか。これ買ってみたはいいけど使わないからお前にやるよ。お風呂じゃないぞ、ほとんど使ってない新品なんだ。ほんとだぞ、てっちゃんより。てっちゃんめっちゃ私のこと好きだな。ウェンディ。アユナへ、あんたに感謝の気持ちを伝えたくなって手紙を書くことにしたよ。いつもありがとね。ところで次はいつかくれんぼするのさ。待ってるよ、ウェンディ。かくれんぼ、別にいつでも良いよ。きっとすぐに見つけ出すし、私。んで、プレゼントね。どこ？これか。てっちゃんからのプレゼント。ほぼ使ってない新品って言ってた。なんやろ。ラブリーソファー。ほぼ使ってないって、これ、ちょっと使ったの、てっちゃん。そっちの方が衝撃的なんだけど。ね。ん？なんか落ちとる。なんだこれ、落とし物？ててーん、落とし物を拾っちゃった。誰の落とし物だろう。持ち主を探して届けてあげた方がいいかも。かわいい熊の紙袋だね。お薬とかこういう感じやっけ。誰かその辺、え、さっきまでさ、なんかチャスとかおらんか。4号さん、4号さん。今日はなんか服を着てるね。あ、あゆな、どうも、そりゃ。それはそうと、うちに何か用事かい？てか、このピンクのはさ、もともとの自分の毛並みか何かなの？ね、なんかこの上にさ、それ着とったら、駅伝とかマラソンとかのゼッケンつけとるようにしか見えんねえけど。残念だけど、こりゃうちのじゃないよ。他のやつにも聞いてみてごらん。なるほど。なんか大抵、落とし物って4号さんなような気がするけど。またスコップ持ってるし、私。なんかさっきまでさ、チャスがその辺をうろついていたような気がするんだけども、気のせいかな。よいしょ。みんなー。みんなー。みんなー。いない。お、ハッケミーがいらっしゃっているじゃないか。じゃあちょっと占ってもらうかね。あなたの元に訪れようとしている幸せ。このハッケミーがたったの500ベルで幸運をつかむための道を占って信じましょう。たった500ベルで幸運がつかめたら苦労しないよね。では今日のあなたの星座の様子を見てまいりましょう。さあ、そこに正座して。ほい。足が痺れない程度にね。ケッハモルター、ケッハモヌラター、イナラウシホデザイセ。キーイ。パーン。おやおや、見えてきましたよ。生命を司る太陽が、あなたの星、双子座のことを気にかけている模様。その景色から読み取れるのは、そう、健康にまつわる幸運の兆し。帽子。それこそがこの幸運を招き入れる鍵となるでしょう。帽子。帽子をかぶればよいのね。なるほど。それでは、あなたにたくさんの幸せが訪れますように。ま、ダメな時はダメですが。それを言うなというのに。まあ、なんか知らんが、あれだね。太陽が私のことを気にかけてくれているらしい。まあ、私を気にかけてるわけじゃなくって、双子座を気にかけてるだけやろうけど。またオケラの鳴き声がすごくするよ。あ、チャスいたいた。チャスー。なんか今日ちょっと、ちゃんとした格好してるね。おーす、あゆな。今日は気持ちよく晴れたな。トレーニング日和だぞ、石し。そんで、なんか用なのか？落とし物してない？落とし物。ほい、これ。どうぞ。
オイラのじゃないみたいだ。残念だったな、アユナ。張り切って持ち主探せよ。頑張るよ。そっか、チャスでもないのか。他に、いないな、家には。あ、グルミン、グルミン。アイナちゃん、元気そうだね、キュン。それで、何か用かな？これ拾ったんだけど。落とし物。はい、決定。どうぞ。これは与えるじゃないみたい。なるほど、違うのか。ということは、他に誰かその辺うろついてない？アザラクさんとかさ、そういえばみぞれちゃんも見かけてないや。みんな家には。みぞれちゃん家にいない。あ、アザラクさんいるじゃん。失礼します。お邪魔しますか。失礼しますって、なんかね、学生が職員室に入るかのような。あら、アイラちゃん、訪ねてきてくれたのね。は、それはそうと、私にどんな用事かしら。落とし物してない？例えばこれとか。ほい。これ。あ、これ。私の紙袋じゃない。大切なものだったから、ほんと助かっちゃった。は。お、よかったよかった。わざわざ届けてくれてありがとう。は。こんなのしかないけど、お礼にこの八番玉の服、受け取ってもらえる？それさ、よく着てない、アザラクさん。違うかな。次から落とさないように気をつけるわね、は。それよりも、ほら、水をさ、止める癖をつけなよ。アザラクさん、いつもじゃん。バイバイ。アザラクさんはね、子供もいるし、しっかりした主婦なんかなーって思うけど、抜けすぎだ。もうちょっと節約のことも考えなきゃとか言ってみる。今日はウェンディもてっちゃんもみぞれちゃんもいないな。どうした？あ、喫茶店とかにおったりする？トン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 じゃなかった、普通にガチャッカ。ふん、誰もいない。マスター、じゃあ一杯。なんだ今の。コーヒーいかがです？一杯200ベレですけど、お願いします。かしこまりました。気持ちを落ち着けるために。いや、別に落ち着いてるけど、寒空の下走り回ったから。3月だけどね。もうゲームの中はあったかそうだけども、まだリアルは全然だ。入れたての熱いやつをどうぞ。いただきます。どうもどうも。なんかさ、これすごい浅く腰掛けとるけんさ、落ちそうじゃない？ふぅ、全身で香りを感じる幸せなひとときだ。ありがとうございます。どうもどうも、超無言だな、マスター。ありがとうございました。いえいえ、どういたしました。なんかちゃんとあの後ガチャガチャと片付けよる風な感じがあるんやね。じゃあちょっと、あ、その辺に多分まださ、果物落としたまんまやと思うけん。ほらほら。ん？もしかして今誰かおった？気のせいか。気のせいだね。ちょっと師匠のところに寄ってみようかな。てっ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 て。師匠、師匠。今日も差し入れに参ります。へい。はい、差し入れです、師匠。おっと、今日はまだオープンしてないよ。こんな時間にどうしたの？差し入れです。え、そうなの？嬉しいな。何を持ってきてくれたのかな？ね、はい、オレンジ。あげます。お、何かな？だからオレンジだって。オレンジか。早速いただきます。どうぞどうぞ。ふぅ、満足。いやー、ありがとね。僕も何かお礼しないとね。そうだなぁ。じゃあ今日はあのネタを見てもらおうかな。よし、じゃあちょっと準備するから楽しみに待っててね。師匠は見せてるネタに自信はあるのかね。はい、どうもどうも、師匠でございます。やーなネタ、じゃんじゃんじゃーん。あのね、こないだ道を歩いてたらニコニコしながら人が近づいてきたの。誰だったかなと思いながらさらに近づくと、久しぶりとか言ってくるのね。とりあえず挨拶しなきゃと、いや、久しぶりで、こっちも返事したわけ。
そしたらその人、そのまま素通りして、僕の後ろを歩いてた人のところへ行っちゃったっていう。あるあるだな。あるあるでめっちゃ恥ずかしいやつだな。どうだった？このやーのネタを見せるのは初めてだったと思うんだけど。君もこれでまた持ちネタ増えちゃったね。ネタ帳からじゃんじゃんやーして芸を磨いていてちょうだい。これこそちゃんと挨拶なわけだね。誰かにやーって挨拶してみようっと。その辺には誰も歩いていないのかね。これケントくんとかさ、あれじゃない？反応してくれるんじゃない？いや、おう、返してくれた。ありがとうね。ありがとうね。いつも立ちっぱなしでしんどそうだけども。私はああいうのさ、なんか、誰かに声かけられたかな、どうかなって思うとき、とりあえず周りをキョロキョロするよ。周りをキョロキョロしたら、まあ、大抵相手から、いやいや、あんた以外にいないでしょ、とか。なんか、そうじゃなかったら他の人に話しかけていったりとか、そこでなんかはっきり答えが出るというか。まあでもその場合は、私がコンタクトかつけてない場合だけどね。じゃあ今回は島に行ってみます。なんだおめえ、島に行きてえのか？運賃は往復1000ベルだぞ。行きたい。よし来た、オラに任せとけ。ちなみに手荷物は島には持ち込めねえから、一旦預かっとくからな。心配すんなって、村に戻ってきたらちゃんと返すからよ。そんじゃ、オラの船に優しく乗ってくんろ。今回もまたね、前とは違ったツアーに参加しようかなと思っているものでして。前多分、借り物競争に参加したと思うんやけど、今回どうしよっかな。まあ、滅多に、自分の村ではできんようなことをしたいよね。まあでも、そんなものはもうないかな。借り物ぐらいか。また歌い出した。これ何種類ぐらいあるんやろ、歌。カッペイさんは何？おじさん？お兄さん？そして歌と関係なさそうなセリフはいつも何？いつもすごく気持ちよさげに歌ってくれるよね。ほれ、もうすぐ着くぞ。着いた着いた。はい、到着。めっちゃ思いっきりバシャって上にかかったけど。ほい、ということで。今回もマリンスーツがないなぁ。まあ、とりあえず。アンレイアイラさん、よく気に去ったね。ツアーの申し込みとか帰りの船の手配だったらいつでも言ってくるの？ツアーに行く。ツアー再訓だな。ダバ、好きなツアーを選んでくるの？フィッシング体験、甲虫ウォッチング、化石発掘体験、素潜り体験。素潜りにしよっかな。初心者も安心、素潜り体験ツアー。こちらは素潜り初心者のお客様のためにご用意した素潜りで海の幸取りをご体験いただけるツアーです。難しさ1、時間制限は5分。初心者も安心、素潜り体験ツアーさ、行くんだべな。そうそうそう、行かせてくださいまし。行きまーす。よーし、じゃあ準備できたら後ろの待合席に座って待っててくんろ。初心者も安心、素潜り体験ツアー行きの船が間もなく出航します。間もなく出航しますって言ってる時にさ、座ってる場合じゃなくね。ねえ、思ったけど。もう早く船に来いよって感じやん。出航しますって言ってるし。はい、到着。ようこそ、あゆなよ。初心者も安心、素潜り体験ツアーへよくぞ参加してくれた。このツアーの目的は、その名の通り、素潜りじゃ。時間は5分。その間に素潜りでできるだけたくさん海の幸を取ってくるのじゃ。
3匹以上の海の幸を時間内に取ってくることができたら、記念のメダルをやるぞい。マリンスーツは、バッチリそのまま海に入れるな。泳ぎ方がわからぬ場合は、後でわしに聞きに来るのじゃ。ん、もう来とるってこと？では行くぞ。よーい、どーん。お、ほんとだ、来てる。なるほど。じゃあちょっと、海の幸を取って参ろうか。さっ。お、いいね、いいね。じゃあちょっと泳いで。海の幸、海の幸。何が取れるやろうか。てか思うんやけど、マリンスーツを買って、お、なんかおった。マリンスーツを買ってさ、どう潜るんだっけ、これ。ああ、上がってしまった。久々すぎて忘れてきた。マリンスーツを買ってさ、あの、村？村の方の海で潜ったら、こっちとはやっぱり違うものが取れたりとかするんかな？あ、あの辺おるね。ここだ。どうやるんだっけ、これ。あ、これか。なるほど、なるほど。わかった、わかった。思い出したよ。大丈夫、大丈夫。はい。取ったどー。イソギンチャクを取ったよ。いい調子。リリースしてどんどん探そう。リリースすんのか。え、それってことぶきさんにはどうやってわかるの？いやー、ね、あれってさ、クラゲに近づいてったらどうなるの？蜂と同じく刺されるってことかな。一回も今までクラゲに近づいたことないんだけどさ、やっぱりあれは危ないもの？ウェイ、そんなこと言ってたら、そんなこと言ってたらだよ。んじゃあ近づいてやるよって来るよね。あ、特に何も起こらんのや。なるほど。てかよくそんなとこ潜れるよね。もうなんか浜辺ギリギリなんすけど、絶対浅瀬やん。てん、シャコを取ったよ。いい調子。リリースしてどんどん探そう。3匹以上取ればよろしいんでしょ。えい。クラゲに当たっても大丈夫っていうことが分かったら。え、あれ何回か刺されたら顔がぷくーってなるとかじゃないよね。クラゲに刺されてぷくーってなったらもう、ちょっと死ぬような気がするけど。さあ、なんか変わったもの取れんかな。ん？今ブクブクって言ったけど。違うな、いないね。てかこういう素潜りで取れるやつで珍しいのって何が珍しいんやろ。なんか、どの生き物が珍しいんかがよくわからんけんさ、正直。おるね、ここ。はい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 。てててん。イソギンチャクを取ったよ。いい調子。リリースしてどんどん探そう。これって3匹以上取ったらなんか更新されるとかそういうことはないんかな。このツアーでは3匹までしかカウントはされんのかな。お、おるぞ。まあ一応。はい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 。どうだ。イソギンチャク率高。イソギンチャクを取ったよ。いい調子。リリースしてどんどん探そう。どうだい？あ、もう上がってきちゃった。と、報告しに行こうか。さあ、ことぶきさん、ことぶきさん。え、これ時間内に報告しに行かんといかんのかな？もしかして。やとしたらちょっと早く行かねば。どこどこ？あの埴輪んとこでしょ？あ、この辺か。お、いたいたいた。どうも。海の幸以外であれば、この島で取れたものは自由に持ち帰って構わんぞい。道具が使いたければ、埴輪くんから借りるのじゃ。あ、マジで？取って帰れるん？やったやった、取って帰ろうっと。じゃあ、さくらんぼ取って帰るね、私。うちの村にはないから。よいしょ。花とかもいっぱい取って植えるっていうのいいよね。うん、でも持ち物欄とかいっぱいいっぱいじゃないかな。あ、そっか。持ち物は全部置いてきとんやっけ。この辺のさ、ヤシの実とかは取れんの？あ、取れるじゃん。初めて取った。私今まで取ったことないや、ヤシの実。実は何気に。やったね、いっぱいいろんなもの取って帰れる。変わった花とかはないんやね。果物はあれど。私は自分の村を花でいっぱいにしたいの。何今の？ポワーンって何？ちょっとよくわからないけど。お、残り30秒らしいよ。え、もう大丈夫でしょ？報告。あ、やっぱりピピピって呼び寄せられるってことか。
別に終わるまでに報告しに行かんといかんわけではないわけね。もう目標は達成しとるけん大丈夫でしょう。え、別にどれだけ多く取れるかじゃないよね。3つまで取ればよろしいってことでしょ。はい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 。お、ゲーム終了。どうよ、ご苦労じゃった。最後に結果発表しようかの。今回の記録は合計4匹。記録はってことはやっぱり伸ばせたのか。なかなかの結果じゃった。これはブロンズ寿賞ものじゃ。記念にメダルを2枚やるぞい。うわ、ブロンズじゃ、ブロンズじゃって。ゴールドが良かった。もっと頑張ればよかったのかな。どうじゃ、今回のバカンスを存分に楽しんでもらえたかの。またそう遠くないうちにこの初心者も安心素潜り体験ツアーで会えるのを楽しみにしておるぞい。なるほど。ってことでただいま。別に何もないな。さあ帰ります。ツアーの申し込みとか帰りの船の手配だったらいつでも言ってくるの。あ、そういえばカゴの中にさ移さんといかんのやっけ。ダバ、好きなだけゆっくりしてってくるのね。さっき取ったやつ、お預かりボックス、村に持ち帰りたいアイテムをご自由にお預けください。じゃないと勝手にさ、あ、ライチだった。これサクランボじゃないんだ。なるほど、サクランボかと思って取ってた。まあ、どっちにしろないからいいけどね。ここにちゃんと入れとかんかったら勝手にお金に換えられてしまうから、村に植えたりとかいろいろしたいからね。え、ヤシの実はどうなるんやろ。ヤシの実植えたらヤシの木生える。それめっちゃいいやんね。また海岸沿いに植えるとこあるかな。一応今バナナを植えとんやけど、そういえばバナナ植えたっきり特にあんまり取りに行くこともないな。たまには誰かにバナナをあげてみたりもしようかね。忘れられたバナナ。はい、帰ります。ツアーの申し込みとか帰りの船に手配だったらいつでも言ってくるの。帰りたい。あんれ、もう帰っちまうの。帰るよ。今日はありがとね。また来てくんろ。ぼー。そしてまた帰りの船でのカッペイさんの歌。カッペイ。言い間違えた。エロかわいいって褒め言葉なんかな。セクシーな人にとっては褒め言葉なんかもしれんね。あったか便座。お、来た。ふん。それはそれでやっぱりストーカーチックな気がするけれど、なんかたまに便座でさ、なんか最近あったかいところが基本的になってきたけん、何もついてないとこってヒヤッとしてすごいびっくりするときある。お、歌い終わったね。ほれ、もうすぐ着くぞ。一体いつもどういう気分で歌いよんやろ、お客さんと二人で。へい、ありがとう。おめえ、勢いなんだか綺麗になったな。安心しろ、テリモスなら返しといたぞ。あざっす。まあまた忘れないうちに取っておこうね。取って、まあちょっとずつ村に植えていこうか。ただいま。おお、どうしたどうした。何、楽しそうね。お前が欲しがってたパンダのシャオシャオ手に入ってぞ。パンダのシャオシャオ、私もうすでに部屋に飾ってるよ。へへ、欲しいだろう。ありがとう。あれ、もしかして欲しくなかったか。まあいいじゃん、いつも付き合ってくれるし、オイラに感謝の気持ちだ、いしし。私多分ね、前回もチャスからシャオシャオもらったんだよね。また何かあったら買ってくるからな。あれかな、ちょっとボケが入ってきてるかな。私に前一回くれたのも忘れたのかもしれない。お、マキバスターじゃないか。ん、もしかして果物狙ってた。あ、アイナちゃん、ヤッホー、ミャー。そういえばどうしたの。なんかいろんな情報がごちゃごちゃしててね。馬なのに牛の服を着ててミャーっていう語尾、何か一つにまとめてくれ。お話ししよう。あー、お腹空いちゃった。あー、ごめんね、今取ろうとしてたのにね。こういう時は与えにぴったりなみずみずしいフルーツが食べたいな。当然自分で取るんだろうね、目の前にあるんだから。ねえ、アミナちゃん、
フルーツだったら何でもいいから持ってきて。いいよ、まあ、ヤサオがいるじゃないか。やった、よろしくね、みゃ。ヤサオ。やあ、イナさん。それでどうかしたのかい？おしゃべりしよう。いよいよ明日は釣り大会だね。村中のほとんどの人が釣りに夢中になる日だ。あ、マジか、明日釣りか。僕は参加するかまだ迷っているんだ。君とは戦いたくないからね。はあ。いや、参加しろよ。私は別に何も気にしない。あ、間違えた。私はオレンジを取ったつもりだったんだけど。コスモスは植えとくね。んで、ちょっとこっちのオレンジを、マキバスターに。マキバスター？やっほー、アイナちゃん。あたいに話かな、みゃ。これ食べる？どれどれ？これこれ。はい、決定。どうぞ。うわ、美味しそう。どうよ。でも多分君が揺らそうとした時は、美味しいオレンジなんだよ。いい味だね。これは何個もいけちゃいそう。じゃあお礼に、この花柄の友禅シャツあげるね。花柄の友禅シャツってどんなんだ？アイラちゃんありがとね、みゃ。じゃあとりあえず着てみようか。今多分襟付きブラウスとかそんな感じ。花柄の友禅、あ、かわいいじゃん。夏っぽいけどね。多少夏っぽいけど、まあかわいいよ。いい感じ、いい感じ。てか、半袖だわ。そりゃ夏だわ。さっきまでせっかく長袖を着ていたんだけど。あ、そういえばね、なんか前に教えてもらったんだけど、これタンポポの綿毛かな。タンポポの綿毛を、身につけるんかな。お、そうそう。こうやって手に持って、走る。ん？走るっていうのは、ダッシュってことかな。あ、違う。走るんじゃないのか。息を吹きかける。ほら、飛ぶんだって。飛んで、なんか、数日後とかに、その辺に、タンポポが咲くらしいよ。だから、種を買わなくても、綿毛を見かけたら、ああやって、息を吹きかけて、綿毛を飛ばしておけば、タンポポの増殖成功っていう感じになるんかな？うん、いい感じだ。ほい、ということで。あ、これさ、タイル貼ろうと思ったけど、目の前だけ貼れんのやね。ちょ、この辺も消し、はぁ、間違えたよ。消すところを間違えた。この辺もちょっと消しとこっか。なんかそこだけ、そこじゃねえ。ね、なんかあっこだけないっていうのもあれやけん。でもちょっと。待って。これ真上におらんといかんかったかな。今間違えて消してしまったところはまあ、とりあえず地面に貼る。オッケーオッケー。真下だね。ってことでこっちも貼るっと。よし。まあこれだ、これで、まあ、この辺後から花をまた置いておきます。はい。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。やっぱりマリンスーツは欲しい時に全くない。早く手に入れたいよね。村の海も泳ぎたい。